こんにちは。おかしな科学です。今日は、カマキリが釣りをすることができるかどうかを試してみます。メスは生きている魚を捕まえることができますか？面白い？では、始めましょう。この動画は、有益な情報だけとして作られました。この動画には、カマキリの特別な餌やり方法を紹介します。そのようなことをが見たくないなら、この動画を、今すぐ止めてください。私たちのカマキリが熟練したハンターであるだけでなく、そのカマキリは才能を持つの漁師でもあるのではないかと思ったことはありませんか？川や湖のほとりのどこかに野生にいるメスは、昼食に小さな魚を捕まえることができますか？水族館の魚は申し訳ありませんが、カマキリに何かを餌やる必要がありますね。調理された魚の切り身を購入するオプションを、断りました。カマキリは生まれながらのハンターであるため、通常は動きの獲物だけに反応します。そのため、カマキリは動けないの肉片を拒否することがよくあります。特に今回のエピソードでは、小さなジオラマを作ることにしました。したがって、自然の生息地にできるだけ近い状態を再現することが可能になります。その結果、カマキリが魚を捕まえようとする可能性が高まります。そこで、こんなジオラマを作り上げました。私たちのジオラマについての考えをコメントでぜひ書いてください。その結果、そう模した小さな茂みと地面に塗った時に地球のテクスチャを模倣した特別な製品を手に入れました。数時間後、ジオラマが完成しました。その中心には小さな湖があり、そこで水族館の魚を入れました。皆さんが次に何が起こるか興味があれば、この動画がいいぞ、ベルをクリックすることを忘れないでください。この方法でチャンネルの新しいエピソードを見逃さないように、常に新しい動画を見ることができます。湖に水を注いだ後、生きた魚をそこに入れました。カマキリもここにはいる時が来ました。ちなみに、そのカマキリが、どれほど大きいか見てください。自然の中で、メスはずっと前に亡くなったでしょうが、家では長く生きることができる。最初、カマキリは魚に、全く注意を払っていませんでした。カマキリもここにはいる時が来ました。ちなみに、そのカマキリが、どれほど大きいか見てください。自然の中で、メスはずっと前に亡くなったでしょうが、家では長く生きることができる。最初、カマキリは魚に、全く注意を払っていませんでした。おそらく気づかなかったかもしれませんが、すぐに、湖の水に興味を持ち、その動いているものは何であるかを確認しました。私たちの湖は小さく、一度魚が、水から飛び出したことがあります。私たちのエピソードのヒーローに戻ります。しばらくすると、カマキリは何かが湖で泳いでいることに気づきました。さらに、捕食者がいくつかの試みをしたが、でも、私たちの視点から見ると、メスが魚を捕まえることができるとは全く考えられなかった。私たちのカマキリは湖を歩き回り、魚を見ましたが、魚を掴むことができませんでした。それから少し後、メスは慎重に近づき、ほとんどすぐにゆったりと泳ぐ魚を掴みました。カマキリが、どれほど自信を持って、それを実現したのところを見てください。以前、カマキリは妊娠していると仮定しましたが、そうではありません。そうでなければ、メスはずっと前に産卵していたでしょう。ちなみに、このカマキリのメスにはどんな名前をつければいいですか？コメントに選択を書いてください。要約すると、今日、私たちは次のことを確信しましたと結論付けることができました。自然の中で、カマキリは熟練したハンターであるだけでなく、うまく釣りをすることもできます。例えば、浅瀬で小さな魚を捕まえることができます。今日は以上です。皆さんが興味を持っていたら、お友達と動画をいいぞ、共有してください。もっと野生生物のニュースリリースが欲しいですか？新しい動画を見逃さないように、おかしな科学チャンネルに登録して、ベルをクリックしてください。皆さん、見てくれてありがとうございます。おかしな科学のチャンネルでお会いしましょう。